ところで、先日したように、先ほど申し上げたように、大石田は討ち入りの際に口上書きを残していましたね。で、そこにはどうでしたっけ、浅野がキラーを討とうとした理由、これ忍び方こと御座候か書いていませんでしたね。これはもちろん、まあ、ここまで私申し上げれば皆さんもご理解いただける方、ご理解いただける方もおられるかと思うんですが、これは書けなかった、書かなかった、分からなくて書かなかったんじゃない、分かっていてあえて書かなかったんですよ。主君である浅野が全てを殴って吉良に人情を呼んだ、その背景に尊王対幕府、これがあったことは大石田も当然分かっていました。だからこそ彼らは吉良邸に打ち入った。しかしそのことを公言すればどうなんです、もみ消されるに決まってるでしょ。でもう一つ、その打ち入った理由に吉良と浅野だけじゃない、尊王と幕府の対立があったということを幕府に示す、それも暗示させる、思い暗示させる、これ皆さんよく分かるでしょ、目に見えるよりも思い知らせる方がよっぽど重たいんですよ。一緒ですから、は目にさせるよりも幕府にそれを思い知らせる、そのためにもむしろ書かない方がいいと大石は考えたに違いありません。それを間接的に証明する証拠があります。こういった大石らの思惑は討ち入り後の態度にも見受けられるんです。吉良の首を上げた大石らはその足で主君が眠る高輪の千賀寺、こちらへ向かいましたね。そして吉良の首を主君の墓前に備えた、これも有名なんですけども、でここで皆さん考えてみましょう。もし大石らの考えが本当に主君の仇である吉良を討つ、それだけだったらどうなるんですか。それだけだったら主君吉良の首を主君の墓前に備えた、これでもう目的達成でしょ。ということは四十七士がその場で壮絶な切腹を遂げる、それで物語終わるんじゃないですか。しかし現実はどうでした。わざわざ口上書きを作りましたね。あれは自主でもある、自主でもあるんですよ。つまり俺たちはこうしたと幕府に自主したようなものなんですよ。しかも本当に彼らは自主してるし、で自らの生死を幕府に委ねることによって彼らはある意味生き恥をさらしてるわけです。なぜ彼らはそんなことをしたんですか。もちろんそれは幕府に対して今度こそ尊王と幕府の決着をつけてほしいという願いがあったからに他ならないんですよ。